ちは、さゆきかなです。今回はデルヘルにおいてお気に入りの女の子に好かれる方法、もしくは好かれやすい方法について話していきたいと思います。今日も最後まで動画ご覧ください。よろしくお願いします。まず風俗というジャンルにおいてお客さんが女の子に好かれるためのコツというのはケチらないことです。どうしてもお店に所属していてそこからご指名をいただくということは女の子としてもたくさん稼ぎたいからお店に所属しているので、それはやっぱり60分でご指名されるお客様より120分でご指名いただけるお客様の方が嬉しいですし、何度も何度もリピートしていただけるお客様の方がとても大切になりますし、印象にも残りますし、これだけしていただけてるんだから私もサービス頑張らないとっていう気持ちにもなります。なので女の子に好かれるコツというのはロングコースで何度も何度もその女の子をリピートするというのが一番のコツになります。じゃあ第2にお金以外で何人かないのって言われますと、あります。どうするのかというと、まず女の子に対して無理強いはしないことです。無理強いってどういうことって言いますと、女の子によって難しいんですけど強引なプレイはしないというのは大前提になります。女の子が嫌がっているのに髪の毛を掴んでバックしたりとか、そういった行為はまあシンプルに考えてちょっと女の子からは好かれにくい行為になります。女の子と話し合って、これ大丈夫、こうしてもいい、痛くないとか気を使っていただくということがとても大切なのかなというふうに感じます。あとはそうですね、ちょっとダークというかお客さんからしたらただの損じゃんって感じるかもしれないんですけど、女の子に楽をさせてあげると結構女の子もお客様のことについて特別視をするようになるかなとは思います。ほとんどのお客様って溜まっているものを発散しに来られるお客様がとても多いので、一本ご指名をこなすごとに結構疲れるんですね。こう気を使いますし体力も使います。その中で、あ、いいよ、疲れてるでしょ、今日はもういいよ、ちょっと休憩しよう、添い寝しようとか、例えば120分で入って60分だけプレイして、あとはダラダラ過ごすとか、何か差し入れを一緒に食べるとか、そんな感じで120分ロングで入って丸々ずっと濃いプレイだけをして終わるんじゃなくて、あえて半分だけプレイをして半分だけ女の子が楽できるような時間の使い方をしてあげると、割と女の子にとってはそのお客様のことは自分の中で特別な存在になっていくからかなというふうに思います。はい、そんな感じですねお気に入りの女の子から好かれるっていうのは結構皆さん気にされるかなと思うんですけど、そんな感じにしていただくと好かれるかもしれません。もちろん女の子によってもこういうことをされると特別使用するっていうのはバラバラですので、一概にこれが正解っていうものはないですけど、私が先ほど言ったことをするとほとんどの女の子には特別使用されて好かれるかなというふうに思います。はい、今回ちょっとこんな感じの、ちょっとグッと中グダってしまっちゃったんですけど、こんな感じの内容になります。面白いなと思ってくださいましたらグッドボタンよろしくお願いします。また皆さんからのリクエストございましたらコメント欄に書き込んでいただけますと、こうして動画作らさせていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。本日も最後まで動画ご視聴いただきましてありがとうございました。